米大リーグなリーグ優勝決定シリーズ第3戦メッツ08ドジャース16日米ニューヨーク州ニューヨークシティフィールド動画大谷翔平革新のドヤ顔右翼冗談に豪快スリーランドジャースが敵地でメッツを破りシリーズ成績2勝1敗で勝ち越した1番指名打者 デスタメン出場した大谷翔平投手は4打席目まで無走者で3打数無安打1死球。PS での走者なしで25打席無安打となり、迎えた8回だ。1死12塁この日初めて走者を置いて迎えた第5打席でカウント0の1からの2球目。膝元に投じられた89マイルのカットボールを右翼ポール際、2回席上段に運んだ。フェアかファウルか。 一番見やすい場所にいたのが大谷自身だった。左手で、フェアだ、とジェスチャーを取りながら、確信の表情で走り出した。4の0からさらに3点を追加するダメをしたまで、勝利を確実なものとした。大谷は、試合で、そこまでいい流れを継続していて、ランナーが溜まって。いい流れがある中で、連戦の初戦で何点取ってもいい。 いいホームランになったと思います。打った時は感触は良かった。高く上がったので入るなと思った。通過地点は結構内側だったのでホームランだなと思いました。と話した。先発のビューラーももちろん素晴らしくて本当に試合を作ってくれるようないい流れを作って作ってくれるような素晴らしいピッチングだったと思います。と話した大谷。 投手がいると9打数7安打となり、状況によっていいバッティングができればいいかなと思う。今日もそれまで四球1個取りましたけど、それ以外の打席は、もうちょっと出塁して、後ろにいい形でつなげれば、もう少し勝てる試合というか、チャンスのある試合がこれまでも作れたんじゃないかなと思う、と振り返った。ドジャースは2回1、2、3塁でスミスの敵時安打とエドマンの儀比で2点を先取。 6回には意外性の男、イーヘルナンデス外野手が貴重な中押しツーランを放った。ホームインすると、次打者の大谷に向け、カメハメハ、のポーズで喜びを表した。大谷のスリーランが生まれた後の9回は、マンシーが右翼2階席へポストシーズン3号ソロを放ち、さらに突き放した。 先発ビューラーは4回を投げて3安打2四球1四球6奪三振でゼロ風の回答を披露。5回からはリリーフ陣が無失点で繋いだ。17日、同18日のシリーズ第4戦では山本義信投手が先発予定。勝てばワールドシリーズ進出に大手がかかる。大谷は今日の勢いを継続して、 敵地ですけど、しっかり自分たちの野球をすれば十分に勝利できるんじゃないかなと思います」と連勝大手に意欲を燃やした。